大川省の裏手に連なる小高い山、その山際の一角に花壇があるのを知っていますか？花壇は震災後、住民たちによって作られました。山を背にしてあまり日当たりは良くない場所ですが、校舎を見守るようにひっそりと春を待っています。そこは津波に押し流された子どもたちや住民が遺体となって発見された場所の一つ。震災直後、住民たちは自らの手で泥の中から変わり果てた我が子や孫、近所の人たちを探し出しました。そんな場所を大川省を訪れる人たちが誤って踏むことがないようにしたい。花壇には住民の痛切な思いが込められています。